こんにちは、日向洋一です。それでは今回もまた聖書が教える幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今回もですね、ちょっと前回の続きで、創世記の24章の、イサクとリベカの結婚のところを見ていきたいと思います。前回ご覧になってない方はのためにちょっと簡単にご説明すると、夫婦関係を始める前の段階ですね、お付き合いしている段階でどういうところを重視すればいいかということをちょっと今一緒に考えたいなと思っています。もう私たちは結婚しているわけですけど、どこが間違ってたのかっていうのをもしくはどこが正しかったのかっていうのを検証することは役に立つことだろうと思うわけですね。で、前回は、リベカが美しい処女であって、男性が触れたことがなかったっていう、純潔についてお話をしました。で、今回はリベカの人柄について見てみたいと思うんですね。で、ここですね、この創世記24章19節のところですけど、読みますね。あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう。で、これはリベカの言葉なんですね。で、これちょっと背景を説明すると、そのアブラハムという、イサクのお父さんから頼まれて、この最年長のしもべがですね、お嫁さんを探しに来るわけですね。ですので、おじいさんの、しもべが、来て、で彼がどうしたらね、奥さんがその自分の主人の息子のために奥さんを見つけられるだろうかということで、お祈りをするわけです。で、彼が祈ったのは、この井戸に来る女性がね、ちょっと読みますね。ご覧ください、私は、これ彼の祈りですけど、ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。ということで、井戸には、若い娘たちが、水汲みにやられるわけですよね。で、そこには若い娘たちも集まる場所なわけですね。で、続けます。14節、私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますよ。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきたという話の流れなんですね。だから、見知らぬおじいちゃんですよね。で、しかも旅をしてきて、ヘトヘトに疲れてる、見た目もそんなになんていうんでしょうね、見た目も汚いと思いますよね。旅をして汚れてますので。で、その彼が私に水を飲ませてください、もしかしたら、今いい表現じゃないかもしれないですけど、ホームレスの人がね、私に水を飲ませてくださいって言って、水がめがないからっていうふうに、言いに来るぐらいの、ちょっと感覚かもしれないですね。で、前回読んだように、この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。で、彼女は泉に降りていき、水がめに水を満たし、そして上がってきた。しもべは彼女に会いに走っていき、そして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください、旦那様。と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。知らない人がやってきて、水をね、おじいちゃんがやってきて水を飲ませてます。一生懸命、自分で若い女性だけど、力が必要な、水を一生懸命汲んできたわけですね。自分のためですよね。
で、その一生懸命汲んできた水を飲ませてくださいって言われたわけですね。でも彼女は、ね、どうぞお飲みくださいって素早くその手に水がみを取り下ろし彼に飲ませた。だから躊躇がないっていうか、まあ、喜んでそれをやってる姿があるわけですね。そして彼に水を飲ませ終わると、彼女は今日のところですけど、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだ。わかります？わかりますっていうか、ラクダだから、すごいいっぱい水飲むわけですよね。で、まあ全部のラクダのためにって書いてありますので、何頭か一緒にいたってことですよね。だから何頭ものラクダのために、まあ、動物園の飼育係みたいにもう何回も何回も、でしかも彼女はその井戸のところに走っていったって書いてあるんですよね。で、まあ、ちょっと考えたいのは、このリベカのまあ性格っていうか、ね、人柄なんですよね。で、私たちは、まあ、付き合っている相手とか、まあ、自分の結婚相手になる人に対しては、まあ、よくするっていうかね、自分のいいところを見せることを知っているわけですね。で、私たちがどういう人か、その人柄が現れる時っていうのは、自分にとって役に立たない人、もしくは自分にとって迷惑をかける人に対してどういう態度を取るかっていうところなんですね。だから普通は婚約してる相手だったら相手にいいとこ見せようとするわけじゃないですか。だからその相手の本当の人格って出てこないんですよね。本当の人柄は出てこない。で、その相手が何の利害もない人、もしくはむしろ自分に迷惑をかける人に対して、まあ、どういうふうに扱っているか、でそこに本当の人柄が現れるわけですね。ですので、まあ、例えばお掃除の業者さんが来てるとしますよね。でそのお掃除の業者さんに対してどういう態度を取るかっていうことなんですよ。直接の利害関係はない、まあ、むしろこちらの方がお客さんですよね、そのサービスを利用しているので。でそういう人に、あ、本当にありがとうございますって、なんかね、わかんないですけどキットカットの一つでも差し上げるか、それでも来てるんだから、まあ、別に挨拶もしないでただ業者だからって言ってね、取っておくのかっていうことなんですよね。まあこれは一つの例ですけど、何気ない行動にその人の人柄が現れるということなんですね。だからアブラハムのしもべ、このおじいさんのしもべはその人柄を重視したわけですね。リベカは美しくて、まあ、少女だったって、彼女の純潔っていうのも、まあ、彼女の人柄の一つの現れですけれど、その人が何を言ってるかじゃなくて、その人が何をしてるかっていうところに、まあ、人柄が現れるわけですね。で、信頼関係を夫婦の間で築いていくためには一番重要なのは人格ですね。まあ、その人がどういう人かっていうことですね。で、人格の外に現れた姿が、まあ、人柄になるんですね。まあ、これは do ですよね。その人が何をするのか。で、この b、 その人がどういう人かっていうのは、まあ、その人が何をするかに現れるわけですね。だから私たちは相手が自分に対して何をしてくれるかっていうことじゃなくて、その人、相手が何の利害もない人にどういう態度で接しているか、まあ、例えばレストランに行って、レストランのウェイターとかウェイトレスの人にどう接しているかとかで本当にその人の人柄って現れるんですよね。で、
しもべが見たのはリベカの美しさではなかったということなんですよ。リベカの人柄を見たんですね。ですので私たちは、まあ、人格を磨くことちょっと難しい表現をすると、まあ、そういうことになるわけですけど、まあ、どういう人であるか、私たちはどういう人になりたいのかということに集中することが大事なんですね。よく見られようと思っていい行動をしても、このように走って組みに行くことはできないわけですね。それは彼女が本当に誰かのために何かやりたい、そういう心を持っている人だったということですよね。あなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう。飲み終わるまで、ね、何杯も何杯も水を汲んだリベカ、それが、まあ、イサクのために彼女が選ばれた、まあ、理由だったんですね。まあ、そういうふうに人格によって、また人柄によって相手を選ぶということが、まあ、とても大切になってくるわけです。なぜなら結婚した後ラクダに誰が水を飲ませるかということで、いつも夫婦の間では、まあ、誰がゴミを出すのか、誰がお皿を洗うのか、ね、そういうことで、いつもお互いに、ね、仕えていくということが大切になってくるわけなので、それには、まあ、喜んで仕える、まあ、そういう心を持っている人と、まあ、結婚するということが大切なことだろうと思いますね。それは相手を使うということではなくて、その人のその人柄、その人格を素晴らしいと認めるということですね。まあ、なかなか私たちはそうできない弱さを持っていますけれど、そこを目指している人と結婚する、で自分自身もそれを目指す人になるということが大切だろうと思いますね。はい、ということで、まあ、このリベカの人柄、人柄重視の結婚相手選ぶというのが大事だと思います。そして私たちは、まあ、自分が結婚するにふさわしい、まあ、夫になるに、もしくは妻になるにふさわしいものとなるためには、自分の人格を磨くことが大切だということを、覚えることができたらいいかなと思います。はい、この動画をご覧になっている方で、まだ私のメールマガジン、無料のメールマガジンに登録されていない方は、 YouTube のリンク、 YouTube の説明文のところにリンクが、そして、私のウェブサイトでしたら、E メールアドレスを打ち込むフォームがありますので、そこから、申し込んでみてください。無料で、このビデオが、新しいビデオを撮りましたら、メールでお知らせします。で、いつでも解除できますので、まあ、いらないと思ったら解除してくださって結構ですので、ぜひ一度登録してみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。